にゃにゃーん、どうも、シュネコです。今回も、ノベルゲーム、カラクリの家、やっていきたいと思います。パート2ということで、前回の続きからになります。一応、謎を解いた感じですね。さあ、謎を解いて、おーっと、また来たよ。上が34、聞くが78、愛が何って感じですね。でも、まあ、34と78足しても112なんですよね。まあ、そんな選択肢はないと。画数かな ?1、2、3。でも、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。いや、13ですね。ちょっと考えましょう。シンキングタイム。ちょっと、ヒント見ましょう。丘は56みたいですよ。丘は 56? 丘56。なんで丘が56なんだ?ちょっともう一回ヒントは。丘は56ですと。あ。丘が56。ってことは、上って、あ、分かったかもしれません。ちょっと、セーブ、あ、そうか、セーブはないのか。うーえーやったら、あいうーえーおーのね、なんだ?まあ、上を順で、言っていくとですね、あいう3番目なんですよね。で、えーが4番目なんですよ。で、うーえー。で、聞くは、あいうーえーをかき、で、7。で、あいうーえーをかきくで、吐きってことで、聞く。あいはってことで、あは1番目ですね。息。で、いは2番目で、2ってことで、12だ。やった!これは、ちゃんと正解しましたね。正解です。あいうえを書きくてこう、順番が読めた数ですね。ってことで、当たりましたね。嬉しいよ。ミシェンコさん、やりますね。そうだね。そうだね、とか言って。いや、なんかすっきりしたよ。お、何?A さんはいつも正直。B さんは気まぐれで正直だったり、嘘つきだったり。C さんはいつも嘘つきだ。今、あなたの目の前に違う色の服を着た3人がいる。どれが誰かはわからない。3人にそれぞれ誰なのか聞くと、赤い服の人。私は A じゃないよ。青い服の人。私は B じゃないよ。白い服の人、私は C じゃないよ、という答えが返ってきた。さて、B さんはどの服を着た人? A さんはいつも正直。ってことは、A じゃないって言ってるんやったら A さんは、で、A やったら A ですって言うもんね。じゃあ、え?だから A さんは B か、青か白かのどっちか。で、B さんは気まぐれで勝利って嘘つき、待って、C さんはいつも嘘つき。だから、C、私は C じゃないよって言ってるのが、C さんか。ということは、白が C、赤が、B か C かどっちかって言ったのに、まあ、A さんが青い服で、C さんが白い服ということを言うと赤かなという感じするんですけど、ヒントはまずは C さんを特定してみてはいかがでしょうか。ましょう。だよね。だから、いつも嘘つきな C さんは C じゃないよって言ってる時点で、まあ C なんだよね。ってことはですよ、赤だ。赤にかける。はい。よっと。あれ?正解?ちょっと待って。クリアタイムを見させてください。何?クリアタイムって何?クリアタイム?うん、何?お。ねえ。ひねこさん、こんなに早く解いちゃったんですか?まあ、パートまた行っちゃったけどね。僕はその2人に解くのに1週間がかかったのに、1週間もかかったの?1 週間もかかったの?ねえ、どうしよう。なんて言おうかな。まあ、たまたまだよ。ああ、まさか、ここに来て、こんな悔しい思いをするなんて、負けません。次のステージは、
僕の記憶の方が上のはずです。でも、次のステージも、ドボッコの記憶に勝った。あまりやってると、一日が終わってしまいそうなので、そこまでにしておいた。いやー、でも、後の2問は自分の力でね、解けましたね。いやー、解けたよ。嬉しいな。嬉しいな、だって。で、あと気になる場所ですね。気になる場所、ここは？あ、なんもなかった。ここは？クローゼットの中かな？あれ？あ、まあ、テレビだったのか。テレビをつけてみた。何？おお、踊ってね。歌番組がやっている。中央で歌っているのは、どうやら、ロボットとは別のロボットのようだ。うん。あ、ゆきちゃんがまた出てる。ゆきちゃん、誰？ね？そらね、ゆきちゃんはすごいんですよ。すごい。最新型で歌って踊れるんです。あー、ね。ということは、ロボックは歌って踊らないのかい？それに、とっても可愛くて、今、大人気なんですよ。歌を歌うって、どんな感じなんでしょうね。そうか、そうとか。なんだか楽しそうで憧れます。自分は、音程を取る機能がなくて、歌を歌えないので、歌が歌えてたら、ゆきちゃんと、デュエットしてみたかったな。それに、もし歌の一つでも歌えてたら、こんなところに運ばれなかったかも。え？何怖い怖い怖い。何どうしたどうした。お、なんか怖いよ。なんでね。怖いよ。恐ろしいよ。なんか怖いわ。そうだ。ひねこさん。はい。実は僕、この間、テレビの見よう見なめで歌を歌ってみたんですけど、録音している最中にレコーダーを落としてしまいまして、まだ見つかってないんです。多分、この部屋のどこかにはあると思うんですけど、もし見つけたら教えてくれませんか？わかりました。わかったよ。教えてあげるよ。歌は絶対に聞かないでくださいね。え？わかった。聞かない。聞かない。わかった。聞かないでおくよ。聞かないよ。じゃあ、あと調べられるのは、こっちかな？なんか右の部屋とか。なんだ？あ、お腹が空きました？空いた、空いたような、空いてないような、こんな感じしますけどね。何か作りましょうか？え、なんか作ってくれるの？なんか食べたいな。できれば唐揚げとか作ってもらえると嬉しいんだけどな。では、何か作りますね。お願いします。こう見えて、お菓子が作れるんですよ。あ、お菓子ね。お菓子、クッキーかな。では、作ってくるので、少々お待ちください。わかりました。待ちまーす。ドボックは、キッチンに向かった。部屋には、本が何冊かある。料理を待っている間、本でも読もうか。え、何？この世の、大空、月下乳。まあ、まず上からかな。お。綺麗に捉えた、空の写真が、文章付きで何枚も並んでいる。ちょっと噛んだね。どうやら写真集のようだ。うん。まるで神様の居場所に続いていそうな雲である。この世の塊が集まっちゃこの世の魂が集まっていそうだ。我々の世界では魂のあるものは皆生まれ変わると聞く。人も物も動物も。だからたとえ今が通じ合わなくても、どこかで通じ合える日が来るのかもしれない。このページには耳立ちで大きな雲と海の写真が載っている。おー、綺麗だね。もう綺麗だよ。綺麗になっていいよね。いいですよね。ということで。ではですね、時間的に強度いい感じなので、今回のパート2はここまでにさせていただこうかなと思います。次回のパートは、土木が、クッキー、まあ、キャーが、お菓子を作ってきてくれるということで、一体どんなお菓子が来るんでしょうかということで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いしますってことで、それではまた次回の動画でお会いしましょうってことで、ありがとうございました。
最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。 Twitter などもやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は画面左の丸のボタンをタップかクリックでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。